こんにちは。タブーされている性の知識を大人に広める協会理事長の夏山です。今回はクリトリスの全貌についてです。クリトリス、つまり陰核ですね。今回の内容は性教育寄りになるんですけど、クリトリスの全貌を理解することで性行為のうまさが一歩前進します。最後の方に男性がクリトリスを愛撫する時に勘違いしがちなことがあるんですけど、それについて話します。この知識はもうめちゃくちゃ大事な知識で、この知識を知っているだけで今まで反応が悪かった女性を気持ちよくさせることができたり、オーガズムを迎えさせてあげるっていうことが可能になります。ほんとめちゃくちゃ大切で、知らないと損な知識になりますので、是非動画を最後までご視聴ください。ということで早速なんですけど、こちらは女性がこう股を開いて正面から見た時の図になります。クリトリスはこの膣口や尿道口の上に存在する小さな突起物のような器官っていう風に考えている方ってまだまだたくさんいらっしゃるんですけど、実はクリトリスは女性の体内に長く埋め込まれた構造をとっているんですね。女性を正面から見た時に見えるこの部分っていうのは陰核気頭と呼ばれて、クリトリスの先端にあたります。クリトリスはこうやって体内に枝分かれして長く埋め込まれていて、この膣の周りをこうぐるって囲むような構造をとっています。こちらの図がクリトリスの全貌になります。この正面よりちょっとだけ傾けた内部の図なんですけど、なので本当はここにちょうどこの辺りにこう小陰唇とか大陰唇があって、それのちょっと内側の部分になります。ここに尿道があって、膣があって、で前庭球があります。前庭球については後で解説します。外から見えている部分はここの陰核気頭にあたります。一番先端ですね。でその他のクリトリスの各名称を解説するんですけど、まずこの陰核気頭より先のこのクリトリスの上部ですね、これを陰核体って言います。これはこの恥骨に向かって柱状に伸びているんですけど、恥骨なんでちょっと立体的に言うとちょっとクイッとこういう感じで伸びています。恥骨のすぐ下あたりにこういう感じで枝分かれしていまして、こうですね、枝分かれしてて、これが足のような形をしていることから陰核脚と言います。クリトリスも界面体構造になってます。界面体っていうのは細い血管が無数に集まってスポンジ状になった組織になるんですけど、このチャンネルでも何回か触れたんですけど、男性のペニスも界面体構造となっているっていうのは皆さんも聞いたことがあると思います。男性のペニスをこうパツンと切った時の断面図になるんですけど、男性でいうとこの陰茎界面体っていう2対の界面体とこの1本の尿道界面体が通っています。陰茎界面体に血液が流れることで勃起します。なのでクリトリスも界面体構造になってますので、性的な刺激を受けると勃起します。陰核気頭の部分が勃起するっていうことを知っている方っておそらく多いと思うんですけど、実はこの陰核体や陰核脚の部分も外からは見えないですが、内部で勃起しているんですね。発生学的に女性の陰核、つまりクリトリスと男性の陰茎、つまりペニスですね、これは同じなので、これらを比較することでさらに理解が深まります。ペニスはめっちゃくちゃでかいクリトリスと考えてください。胎児の時に男性は男性ホルモンの影響でペニスっていう形がどんどん形成されていくんですけど、女性も胎児の時にテストステロンの分泌量が大きかったらクリトリスがちょっと大きくなる傾向があるそうです。本当にそうで、女性にテストステロンを投与するとクリトリスが肥大化することが分かっています。女性の方でご自身のクリトリスをあまり見たことがない方は是非やっていただきたいんですけど、こう股の下に鏡を置いてこう下からクリトリスを見てみてください。もうすると完全にペニスです。ちっちゃいペニスがちょろんって見えてる感じになってて、これ上からではちょっと分かりにくいんですけど、下から見たらちっちゃいペニスが見えます。どのように女性の陰核と男性の陰茎が相当しているのかを見ていきます。結構見たまんまなんですけど、まず先ほど言ったこの陰核気頭ですね。でここは男性でいうところの気頭に相当します。2本のこの陰核脚ですね、ここですね、これは陰茎界面体に相当します。そうで、この陰茎界面体もちょうど2本あるので、これが枝分かれしてるのがこうキュッてなったらそのままこう陰茎界面体キュッてなるみたいなのって想像できるかと思います。この尿道が通っている尿道界面体は女性でいう何に相当するかなんですけど、それが先ほど出てきたこの前庭球に相当します。女性の場合は前庭球がこう左右一対で、2つある感じになってて、これとは少し変わってくるんですけど、前庭球って何かというと、これは性行為中に性的に興奮することで膨張して、それによってバルトリン腺が圧迫されてバルトリン腺液が出ます。でこのバルトリン腺液って何かというと愛液の一種ですね。これは以前出した愛液の種類っていう動画にも出てきましたので、ぜひそちらも一緒にご参照ください。はい、このように女性器と男性器を比較することでより分かりやすかったと思うんですね。もうほんと見たまんまかなと思うんですけど、クリトリスをこういう感じでこうキューみたいな感じにしたら、もうそのままペニスになるので、このことからも女性器と男性器って非常に似通った構造をしているんだなっていうことがわかるかと思います。冒頭で話したクリトリスの愛撫をする時に勘違いしがちなことなんですけど、この知識は是非覚えてください。で何かというと、男性の皆さん裏筋って好きでしょうか？結構この裏筋って、この部分ですね、この辺りになるんですけど、この気筒と一緒ぐらいかそれ以上好きっていう方多いと思うんですね。裏筋って、正しくは陰茎小帯っていうんですけど、この陰茎小帯って実は女性にもあります。女性の場合は陰核小帯っていう呼び方をするんですけど、それどこになるかっていうと、ちょうどこの図でいうところの陰核気筒の裏側と小陰唇のこのちょうどここの部分なんですけど、この重なる部分が陰核小帯って言われているところで、非常に神経が密集していて性的快感を得やすい部分になります。男性の皆さんってクリトリスを愛撫する時に、クリトリスってちゃんと期間が分かるところ、勃起してより大きくなるのでクリトリス自体が分かりやすくなって、この陰核気筒とか陰核体をこう上から触ったりとか愛撫したりとか、そういった物体としてはっきりした器官を攻めがちなんですけど、実はこの陰核小帯っていうところってギリギリこの陰核体のちょっと下ぐらいの方もいらっしゃるんですね。クンニリングスをする時とかって、この陰核気筒のこの辺りとかをこうチロチロチロって舐める方っていらっしゃると思うんですけど、実はもうちょっと下のこの辺りですね、この辺りを愛撫した方が気持ちいいって思う女性っていらっしゃるんです。陰核気筒、陰核体より下側の部分になるので、ちゃんとしたクリトリスの組織っていうわけじゃなくて、どちらかというと皮膚を愛撫しているっていう感じなんですけど、女性によってはこの陰核気筒とか陰核体よりこの陰核小帯の方が気持ちいいっていう方って実はいらっしゃるんですね。この知識って本当に大切なんですけど、皆さんの中でもおそらくご経験がある方っていらっしゃると思うんですけど、クリトリスの、目に見える陰核気筒の部分をこうちゃんと捉えて愛撫していたのに、それよりもっと下もっと下もっと下って女性に言われて、全然クリトリスとは一見関係ないような部分を愛撫してほしいって言われた方っておそらくいらっしゃると思うんですね。これって、男性でいうところのこの裏筋が好きかこの気筒部分が好きかの違いになります。皆さんの中にもこの気筒より裏筋の方が気持ちいいっていう方っておそらく多いと思うんですね。つまりは女性もそういう現象が起こっているっていうことです。女性それぞれによってクリトリス周辺で一番気持ちいいところ、つまりは神経が密集しているっていうところは全然違うんですね。実は男性もそうですが、女性も意外と知らないっていう方多くて、女性自体もこの自分で自慰行為をする時とかにこの陰核気筒とか陰核体ばっかりこう愛撫したりとか出回ってたりとか、実はこの陰核小帯の方が気持ちいいっていう可能性もあります。陰核小帯のこの辺りを愛撫する時の注意点なんですけど、この辺りってちょっと尿道に近いので、尿道を愛撫してしまうと、雑菌が入って膀胱炎になる可能性もありますし、単純に痛いのでそれは気をつけてください。尿道が近いこと、それから神経がかなり密集していることから、ここはもう本当に丁寧に丁寧に愛撫してみてください。はい、ということで今回はペニスと比較してクリトリスの全貌を解説しました。まとめです。クリトリスは内部に奥深く埋まっている構造をしている。男性の裏筋にあたる陰核小帯が一番気持ちいいと感じる女性もいる。で、次回は最も女性が生きやすいクリトリス愛撫方法というテーマです。今回のこの知識を利用してどのように愛撫すれば女性は最もクリトリスによるオーガズムを迎えやすいかということを解説します。かなり実践的な内容ですので、そちらもぜひ合わせてご視聴ください。ということで今回は以上です。この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。チャンネル登録していただけるとすごくモチベーションになって、持っている知識ももうどんどん出していこうっていう気持ちになれますので、本当にお願いします。はい、ということで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。